夏子と夏子と6月29日火星27年10月2日は民の政治家。字は合金。合はカツラス。死郷は文敏広信吹経験の出身であるが、実際には父の仕事の関係で北京の端越又で生まれて北京で成長した。夏金苗の子。聖徳元年輪清州知州だった父が57歳で死去する。 もが明けた後に家挙に挑戦して、昭徳五年に巨人、昭徳十二年に紳士となる。後人から陛下休日中となり、火星年間初期の改革に従事するが、大礼の儀が本格化する直前の火星三年に母の死によって職を辞する。火星七年に官に復帰するが、夏子との宴席であった内閣主席のヒヒが長とを争って、 辞任に追い込まれたことから復帰に反対する意見もあったが、ほどなく霊下左休時中、陛下と休時中、リブと休時中を歴任する。火星9年、大霊の義の後処理の一環として行われた火星帝主導の冷静改革において火星三角の意に沿った上層を行ったことから気に入られて火星10年3月に管林学士に抜擢されるが、 これに警戒感を抱いた長が夏子とを無実の罪に陥れようとしたが、これが裏目に出て、長は自任に追い込まれた。火星十五年うるう十二月に内閣大学士に任じられるが、内閣主、タスクノリ事と火星帝、夏子との両者と親しかった同志の小元武士が、没すると、次第に火星帝の信任を失って、 火星21年に内閣主タスクを更迭されて、知事に追い込まれる。ところが、内閣大学士が玄隆氏のみになってしまうと、火星三角は夏子とを呼び戻すことにする。ところが、火星25年に夏子が復帰して内閣主タスクに任じられると、それまで内閣主タスクであった玄隆氏と夏子と,との間に亀裂が生じることになる。もともと、 夏ことと玄高氏は仲が良かったが、冷静改革による抜擢後は玄高氏は年齢的にも過挙の合格年次も上であったにもかかわらず夏ことの方が先に出世したことで次第に玄高氏に対して尊大な態度で振る舞うようになった。また、夏ことが高慢であるとして反発していたのは玄高氏だけではなく、格闘、格闘も極めて仲が悪く、 特に後者は夏ことによって、極死に追い込まれていた。こうした中で加勢三角は夏ことに命じて、加藤地方の回復を進めようとするが苦戦し、この様子を見た、玄隆氏は夏ことが、先生、四川の異民族から賄賂を受け取って名への起伏を認めたなどの残言を行って夏ことを失脚に追い込んだ。また、 加藤回復に失敗した加勢三角も自らの政治責任をすべて夏子とに押し付けようとしていた。こうした思惑の中で夏子とは捕らえられて拷問にかけられた上ですべてを罪を認めたとして北京にて処刑されることになった。夏子とが処刑された段階で彼の息子や孫はすべて創生していたために彼の男階の血筋は都大とされ娘婿であるご春。 ご来府氏によって、万歴年間に全州が刊行された。また、真の建立年間に夏ことの七世子孫と称する、夏の橋という人物がいたとされるが、資料との整合性が取れない問題が残る。ありがとうございます。